デスマーチン酸化とは、超原子化要素化合物を用いて、アルコールをカルボニル化合物へ変換する酸化反応である。1983年に DB デスと JC マーチンによって報告された、この酸化反応は、酸化剤として1、1、1、トリアセトキシマイナス1、一時ヒドロマイナス1、2ベンズ用ドキソールマイナス3オン、通常デスマーチンペル用ジナンあるいはです。 マーチン主役と呼ばれる化合物を使用する。ペルヨージナンは5化の要素化合物 IH5 の関用名である。デスマーチンペルヨージナンは、応用度ソク鉱酸を硫酸酸成化に、中素酸カリウムと反応させて1ヒドロキシマイナス1、2ベンズヨードキソウルマイナス3オンマイナス1、オキシド、通常オウヨードキシアンソク鉱酸と呼ばれる中間体へと酸化した後、これを酢酸,酸を呼び、 無水酢酸と反応させることで得られる。王ーードキシアン測鉱酸を得るのに、オキソンで参加する方法も知られている。また、王ーードキシアン測鉱酸からデスマーチン、ペルヨージナンを合成するには、無水酢酸と触媒量の P、トルエンスルホン酸を使用して反応させる方が、再現性が良い。なお、湿った王ーードキシアン測鉱酸や、デスマーチンペルヨージナンは、 潜在的な爆発性を持っているため、取り扱いには気をつける必要がある。デスマーチンペリオージナンはアルコールを速やかにカルボニル化合物へと変換する。第1級アルコールはアルデヒドで酸化が止まり、カルボン酸へは酸化されない。この反応は、ジクロロメータンを溶媒として、室温で行われる。ほぼ中性の極めて温和な条件で進行する反応であるため、 不安定な化合物の酸化反応に向いている。反応機構はまず、アルコールとペルヨージナンが結合し、ヒドルキシ元の根元の水素が引き抜かれながら、生成物を有利する。オオヨードキシアンソク鉱酸もデスマーチンペルヨージナンと同様にアルコールからカルボニル化合物への温和な酸化剤として使用できる。しかし、オオヨードキシアンソク鉱酸は、 ジメチルするホキシド以外の溶媒にはほとんど全く溶解しない欠点がある。ありがとうございます。